どうも、バンです。さて、立花隆 VS 大津彩香代表権訴訟ですね。えー、改めて解説、それから今後の見通し、バン TV の予想などをですね、解説していきたいというふうに思います。えー、ここ数日、いくつかまだね、えー、情報が上がってきてますですよね。えー、一つは、えー、本日ですね、2023年12月8日、定例記者会見ライブですね、 えー、ただ、あのー、あんまり、こ、このライブの中ではね、情報出てきませんでした。村岡弁護士の方からね、裁判の経過と、先日ね、えー、カムフラチャンネルさんの方で、裁判資料の方のね、立場さん側の資料の、うん、公開があったことに基づいた、えー、説明があった程度ですね。で、次回はちょっとまだ未定なのかな。で、もう、えー、やって、で、2月1日決心という方、 構成がね、決まったそうですね。ただ、決心って言ってもですね、ここで決まるわけじゃなくて、判決はまだもうちょっと先なんですよね。なので、おそらく3月、遅ければ4月頭ぐらいになろうかなというふうな状況だということですね。で、えー、カムフラチャンネルさんですね。NHK 党主治のカムフラチャンネルさん、YouTuber の方ですね。こちらの方の X ですね、の方で、 えー、裁判資料がね、ポストされてます。で、これ14ページぐらいのね、えー、資料だったんですけども、明頭しました。で、えー、詳細な、あ,あの、立場さん側のね、主張が載ってます。で、ただですね、もう、あの、これはですね、今まで、 立花さん側が主張されてきた3月29日に大津彩香さんが口頭で辞任するだろうといったことの裏付けの資料ですねその直前から立花さんとのやり取りがいくつかあってで、えー、それに伴って3月29日に大津彩香さんが口頭で辞任の意思を表明されてるっていうことの裏付けの資料を立花さん側が作られててで、えー、まあ裁判資料がなぜかカンモフラチャンネルさんの方からえ公開されてました で、え、大津彩香さん側のですね、主張がですね、現時点ではね、なかなか伝わってこないんですよね。で、普通は裁判やるときこうなんですけれども、えー、立花さん側が、まあ、透明性だ透明性だというふうにおっしゃることで、まあ、逐一くいこの立花さん側の情報のみがですね、伝わってきている状態です。なので、もしかしたら大津彩香さん側にもですね、えー、僕らには伝わってこない、 えーまあ、決定的な、こう、証拠であったり何かしらの何かがあるのかもしれないですけれども、まあ、それを差し引いてもですね、3月29日に大津彩香さんが辞任の意思を表明されているっいうのは、まあ、これはま、確かでしょう。なんですけれども、えー、バン TV の予想はズバリ、立場さんが、が、原告ですね、えー、請求棄却だというふうに思います。なぜか解説していきます。これはですね、 医師の撤回、これが認められない世の中になってしまうんじゃないかなと、バーン TV は予測される、予測するからです。もしね、えー、立場さん側の主張が通ればですね、医師の撤回っていうのはもう一切認められないっていうことになってしまいますよね。これはね、あんまりよろしくない世の中だというふうに思いますね。まあ、クーリングオフっていう制度は、まあ、昔はなかったんじゃないですか。で、やっぱり理不尽な 契約を迫るような形で、まあ、商品の購入を迫ったりだとか、そういう時はですね、分がった分ったもしょうがないもうその商品買うからと言って、で、冷静になって考えてみたら、やっぱり、あんなあ商品買うんじゃなかったという風なね、昔そういう詐欺がいっぱい横行して、で、コーリングオフっていう制度ができた。これ皆さんご存知ですよね。で、やっぱりですね、周りから攻め立てられて攻め立てられて、で、もうあのー、これね、 カムフラチャンネルさんが公開されている資料をね、まあ、あの、読めば読む方をですね、大津彩香さんは辞任に追い込まれてるな、っていうふうにね、やっぱりね、思ったわけなんですね。まあ、ポイントをね、あげればもういくつもあるんですけども、例えば4ページ目のね、えー、まあ、この部分ですよね。疎外立ち話は、被告大津に対し、政党からホニャラホニャララ、ほにゃららほにゃらら、 え、中略させていただきますけども、政治家女子48党の党首を被告が続けることの交換条件として、政治家女子48党の代表権を祖外立花に戻すよう強く求めた。であるとかね。ちょっと、そのちょっと前にもですね、祖外立花氏と被告大津、祖外黒川氏、祖外佐藤氏との間で長時間にわたる協議が行われた。であるとか。あと、それから立花氏の方から、 催促されてるんですよね。はよせい、はよせというふうに。そしてもう3月29日はですね、もう周りから寄ってたかって、えー、っていうようなね、状況だったというのはね、もうこれはもう皆さん意見の一致するところなんじゃないでしょうかね。まあだからね、このカムフラチャンネルさんが公開されているこの資料なんですけれども、これ、見よによっちゃですね、大津彩香さん有利に働く資料と、 いうふうにも僕はね、受け止められるんじゃないかなというふうに思います。で、えー、やっぱり冷静に考えてみたら、辞任したくないというふうに大津彩香さんが思われたわけなんで、これは意思の撤回であるとバンティビア解釈します。で、これがですね、意思の撤回がです、ね、あまりにも開いたら、そりゃあかんということになろうかと思いますね。に加えてですね、結局大津彩香さんは半コすら押してはらないんですよね。まあ、実員とかの、ね、効力が、 この政党の代表権にあるのかないのかちょっとその辺は僕存じませんけれどもやっぱり日本にははんこっていう文化があってしかも実因っていうのがですね本人の、まあ、確定的な意思表示の一つであるというふうにもやっぱり認められてますよねでなおかつですねはんを押した後でもその意思の撤回をある程度認めましょうという制度が日本にはあるわけですよということを考えたらですね それをね、この国政政党の代表権訴訟の事例に当てはめるのが適切か適切でないかっていう議論はあろうかと思うんですけれども、状況的にね、僕はね、似てると思うんですよ。以前の僕の動画で、例え話をするときに違う尺度のものであったり、違う状況のものを持ち出してきて、で、意見誘導することはずるいやり方であるというようなね、動画アップしました。僕は、一応ね、 これが、うん、意見誘導かどうかを慎重に考えて、これは意見誘導ではないというふうに判断しましたので、これを例え話として、えー、持ち出します。クーリングオフ制度です。で、クーリングオフ制度はもっと緩いです。 先ほども言った通り、犯行をした後でも、ある一定期間内であれば、医師の撤回が認められているわけからですね。まして、大津彩香さんと立花隆さんの、このバトルのね、代表権訴訟、3月29日に大津彩香さんが、ある一定の医師を見せられた、口頭で医師を見せられた後にですね、 えー、意思の撤回をされたということですね。ハンコも押しておられないということです。これは、意思の撤回は認められるというふうに僕は思いますね。でね、やっぱりハンコ、ハンコなんかもうほんまに、ね、尺師定規に言いやがってとかいうふうにね、まあ思われますでしょ。で、現状ね、やっぱり日本にはハンコっていう文化があるわけじゃないですか。前にも言いましたけれども。で、やっぱりサインがない文化なんですよ、日本は。 で、諸外国の場合はですね、特にあの欧米なんですけれども、もうあの物心ついて、あの大人になりつつあるときにですね、サインの練習ってさせられるんですよ。そのくらい、やっぱりあの、本人の意思表示という意味での文化の違いですね。えー、日本はやっぱりハンコであるということを考えたらですね、 最終的な意思表示を大津彩香さんはしておられないというふうに考えるのが妥当なんじゃないかなというふうに思います。ましてや、一旦役所が認めているようなことを覆すっていうのは、まあ事実上、まあ、ないというふうにも考えられますしね。えぇ、ー、陶器、それから官方広告に載っているということを、えー もしね、立場さんの主張が通るということであれば、それをひっくり返していかん、赤作業が発生してですね、役所、お前何やっとんねんということにね、なってしまうわけじゃないですか。で、もちろんね、行政と裁判は一応別問です。別問ですけれども、まあね、役所も裁判所も結局は親方、日の丸なんですよね。はい。というわけで、バン TV の予想は、 立花隆氏の請求棄却あ。ちゃあちゃちゃ。これ言ったら怒られるね。斎藤忠之。ちゃ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 。斎 <laughs> 藤健一郎さんですね。斎藤健一郎さんが原告なわけです。これ、あの、ついつい間違えてしまいがちなんですけれども、立花隆さん VS 大塚さんなんです。事実上そうなんですけれども、 請求は斉藤健一郎さんです。一応、あの、ご管理なきよう、付け加えさせていただきますけれども、斉藤健一郎さんね、うん、斉藤健一郎さんの推しが弱いっていうことも、やっぱり、この代表権訴訟が、立場、うん、さん側の負け筋になりつつあるようなね、そんな感じがするな、というところではありますね。じゃあ、一方ですね、万が一、 八番さん、サイですね。ああ、これ言ったらか。えー、斎藤健一郎さんが勝訴した場合ね。これどういうことになるかって言ったらですね。これね、極めてややこしいことになるんですよ。まず政党名がですね、もう政治家女子48党から民族党に変わってるんですよね。で、民族党の存在をどうするのかっていうね、これまた新たな議論が発生すると思います。 立花、まあ、さんに言わしたらですね、そんなもん3月29日まで全部巻き戻るだけやいというふうにおっしゃるかもしれないですけれども、そうはね、簡単にはいかないですよ。なぜか。まず、政党助成金ですね、すでに大津彩香さんのところにですね、一気分の政党助成金が封じ込まれてるはずなんですよ。それ一体どないすんねんと。まあそれは立花さんに言わしてみれば、そんなもん全部巻き上げやというふうにおっしゃるかもしれないですけれども、 それ一体誰が巻き上げんのんと。<laughs> 強制執行するにもですね、役所がやるのか、立場さん側がやるのか、ね、ちょっとどないすんねんっていうところもありますし、あとそれからそもそも政党名どないすんねんと。政治家女子48党っていう風に、もう一回名前を巻き戻すんですか。いやいや、そういうわけにもいかないでしょうと。だって、立場さん側はですね、もうすでに、 NHK から国民を守るとっていう、またさらに別の名前のね、団体にして活動を開始されてるわけですよね。もう一体わけわかめと言わざるを得ないんではないでしょうか。いや、それでもね、まあ、もしかしたら、うん、立花隆氏陣営が勝った場合のこともね、やっぱりちょっと考えておかなければいけないんですけれども、あまりにもややこしいことになるな、というふうに思いますね。 はい。というわけでね。あの、もうちょっと、第一審でね、もう結論出たら、結果が出たらですね、もう立花さん、控訴とか上告はやめてるとかいいんじゃないかなと、無駄なね、労力に終わるかと思いますんで、そんなことよりもですね、打倒 NHK を目指していっていただきたいなというふうに思います。本日以上です。ではでは。